サバイブは日本のヘビメタルスラッシュメタルデスメタルバンド X デスファイルのネモを中心に1998年に結成これまでに7枚のオリジナルアルバム1枚のミニアルバム2枚のデジタルシングル1枚の映像作品をリリースしている1998年デスファイル解散後にサバイブを結成曲作りツアーを重ねおよそ2年かけて制作した ファーストアルバム、アゲンストネクストを自主制作でリリースする。このアルバムは、その後、ハウリングブルより再発版がリリースされている。サバイブメタライゼーション1フォトバイ K01、フォトグラフィー2002年に2枚目となる、フルアルバム、カオス・コンフュージョンをリリースし、新宿ロフトでツアーファイナルを迎えた。このアルバムには、サバイブのパーティーソングとも言える。 ルーツロックサバイブが収録されている。そして、翌年2003年には3枚目のアルバム、レベルライオンをリリース。でも曰く、当時、衝撃を受けた、ソウルフライ発来日会場の渋谷クラブクアトロで、ツアーファイナルを迎えたかったと語っており、実際に、クアトロで、ツアーファイナルを迎えている。2006年4枚目にして、セルフタイトルのサバイブをリリース。 このアルバムはアメリカでマスタリングされた。現在でもライブ定番曲であるコラプションが収録されている。そして、この年のラウドパーク06に出演。この際、控室でインタビューを受けていたネモが今は泣きディオに睨まれたというエピソードが存在する。この翌週には、韓国で開催されているハンガンロックフェスに出演している。ツアーファイナルは川崎クラブチッタで行い、 パイロなど特攻を使用したステージとなった。スータのツアーを行い、2007年後半に5枚目のアルバム、ナッシングレフト、オン・マイ・パスのプリプロを行い、2008年にリリースされた。同作は、ディスクユニオン内レーベルの BTH からリリースされ、同年12月に渋谷ツタやオー・ウエストにて10周年、記念ワンマンライブを行った。この時のライブ模様は、 映像作品、レケード・オブ・スティールで見ることができる。バッケン・オープンウェア出演をかけた、メタル・バトル・ジャパン2012へ出演するも、惜しくも出場権を逃してしまう。その後、イタリアのエージェント、アルファー・オメガマネージメントから連絡を受け、契約する。そして、ついに2012年12月ロシア全土を回るツアーを、ポーランドを代表するバンド・ビヒモスと共に回る。 ネモ極フォトバイケー01フォトグラフィー翌年2013年にはクリエイターとオーバーキルとヨーロッパサーキットツアーを行うなど着実に海外活動基盤を形成していきファン人気を確固たるものにしたさらに同年10月にはアメリカンデスメタルレジェンドのインカンテーションとヨーロッパを回るツアーに参加したロシアンサタニストツアーと銘打たれた2度目となる ビヒモスとのツアーでは予定していた全7公演のうち実際に演奏できたのは3公演のみだった。その理由としては、上記ツアータイトルに加えビヒモスがリリースしたアルバムザ・サタニストというタイトルが物議をかまし、ツアーに影響が出たというものだった。現地ではスワットなどの武装部隊を含むロシア警察と原理主義団体が衝突したことなどによる暴動が相次ぎ、 幾度となく会場変更が強いられた。また、一連の騒動によりビヒモスのメンバーが逮捕され持ち時間の延長を打診され、急遽ロングセットでのライブを観光した。このツアーの終盤では、ネクストゲネアチオンロックフェストに出演し、コーンやソウルフライラと共演を果たす。そして、帰国後の2015年に6枚目となる、HUMAN MISERY をリリース。 これまで積み重ねた北海外ツアーで培ったエッセンスを盛り込んだ作品となった。この作品は自主レーベルレベルレコーディングスよりリリースされた。翌年2016年にはニューハンプシャー伝統のモーターサイクルと音楽のフェスラコニアフェストに出演しスティーブン・タイラーなどと共演した。しかし2017年5月ネモが心不全で倒れ、 緊急入院となってしまう。この時、新宿ロフトで行われたダスクフェス。には、ネモの代わりにヘッドフォンズプレジデントのアンザや、ユナイテッドのユアサなどが、代打ボーカルとして出演した。ゴラフォトバイケーレイチフォートグラフィー驚異的なスピードで、回復したネモは6月に、バルト、ウクライナ、ロシアを回るヒューマンミザリーアサルトツアーで、ステージ復帰を果たす。さらに、 この年の夏には、バイキングメタルのオス、アモン・アマースと共演。国内ツアーとの合間を縫って、ロシア公演を行った。8月から始まったイモータル・ウォリアーズツアーと、名打たれたツアーは10月に渋谷サイクロンでファイナルを迎える。2018年、年明けすぐにミューニシパル・ウェイスト・ジャパンツアー2018、東京公演のオープニングアクトとして出演。2月には、 ベノム・インク来日公演に出演。3月からは、ベノム・インクやサフォケーションだとともに、ヨーロッパ全土を23日間かけて回るブラッド・ステインドアースツアー2018に参加。間髪入れることなく、帰国後の4月、エイティザ・ゲッツの来日公演のオープニングアクトとして参加。そして、9月に7枚目となるアルバム、イモータル・ウォリアーズをリリース。 活動20周年記念ワンマンライブを渋谷クラブエイジアにて開催した。シジローフォトバイケイレイチフォートグラフィー年が明け2019年から再びツアーを再開するも3月にはネモが次は雲幕下出血で倒れてしまう。またもや驚異的な回復力で4月下旬に開催された渋谷サイクロン公演で再びステージに復活。9月にはスリップトリックレコーズより アルバム、イモータル・ォー・オズをワールドワイドリリース。10月には、川崎クラブチッタにて日本における日本のメタルバンドを主軸にしたフェスティバル・メタライゼーションを開催。このイベントは、真の流星化を図る狙いがあり、初開催時には500人を動員した。2020年新型コロナウイルスの影響により、予定していた UK、ロシア、バルト三国ツアーが中止になってしまう。 夏には、バンド初となる、デジタルシングルザ・ロード・ツー・ヘルイズ・ペーブド・バイ・グッド・ウィールを、配信限定でリリースした。また、それに際して、渋谷サイクロンで行われた、リリースイベントにて、お披露目されたイモータル・ウォリアーズ、アコースティックバージョンが12月、同じくデジタル配信限定で、リリース、同時にミュージックビデオも公開された。ありがとうございます。